こんにちは。公開カメラリハです。新潟ブロードバンドテレビの倉橋舞です。今日は阿賀野川ゴザレア花火2010の生中継をします。打ち上げが19時30分からで、ですね、20時50分に超特大スターマインの花鳥風月が上がるそうです。うん。ということで、中継楽しみにしててください。まもなく阿賀野川ゴザレア花火の打ち上げがスタートします。今日はこちら、旅館割烹司会さんの屋上をお借りしまして、ユーストリーム中継をお送りしたいと思います。ということで、こちらに若おかみの司会美希さんにお越しいただきました。今日は素晴らしい場所を提供いただきましてありがとうございます。あ、いえいえ、どういたしまして。はい、毎年こちらの屋上は特別観覧席としてとっても人気があるそうですね。はい、屋上から、花火も一望できますし、飛行機の離発着も見えます。夕日の沈む風景も見えますので、皆さんから、支持していただいております。まもなく打ち上げが始まります花火ですけれど、司会さんにとってこの花火はどんな花火ですか？はい、この花火は松浜の人たちの気持ちがいっぱい詰まっている花火で、北区、最近は豊坂の方たちとか、それから橋を越えた対馬の方たちとか、皆さんが、たくさん協力してくださってできている花火なので、ひとしおです、はい、いろんな人の思いが詰まってる花火なんですね。そうですね。ユーストリームをご覧の皆さんに何か一言よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん松浜に見に来てください。そして、松浜のいいものをいっぱいいっぱい感じてください。松浜にござれや。はい、ありがとうございました。はい、若おかみの司会美希さんでした。ありがとうございました。
ニューストリームいかがでしたか。100人以上の皆さんに見ていただきました。来年ももしかしてやるかもしれませんので、その時はよろしくお願いします。はい、今日は旅館カップ星海さんからお送りしました。